太陽から受け取った創造主との使命の誓いの宣言文。この宣言文は、私が精神的にも身体的にも辛い時に、太陽のエネルギーを浴びている時に受け取ったギフトです。宣言文の誓い方。両手を小指から中指まで内側に組み、人差し指は上に立てて合わせ、親指は下に向けて合わせます。ハートと光の形を作り、胸の前で愛と光の印を結び、こう宣言します。私は太陽と一体です。私はすべてと一体です。私は地球と一体です。私は大宇宙と一体です。私は私とすべてを照らすエネルギーです。私は私とすべてを浄化するエネルギーです。私は私とすべてを癒すエネルギーです。私は私とすべてを育むエネルギーです。私は愛で満たされています。私はすべてに恵まれています。私はとても幸せです。私は美しく最高の存在です。私は神聖なる光の存在です。私は神聖なる愛の存在です。私は神聖なる真実の存在です。私は神聖なる神の存在です。私は最高の地球を創造するための創造神です。私の内なる竜と宇宙の竜と地球の竜のエネルギーをつなぎ、三位一体となり、私を満たし、私を包み、守り、最高のエネルギーと真理を与えたまえ。私は大宇宙と創造主、父なる神と母なる神の究極の愛と支援を受け、使命を果たしていくことを誓います。I am presence。この宣言文は、すべてでなくても構いません。自分の思う言霊で良いのです。最初は動画を視聴しながら始めてみてください。宣言文を受け取り、数日間実践していたら、創造主の神のお言葉として受け取りました。あなたたちは、太陽と一体です。あなたたちはすべてと一体です。あなたたちは地球と一体です。あなたたちは大宇宙と一体です。あなたたちはあなたとすべてを照らすエネルギーです。あなたたちはあなたとすべてを浄化するエネルギーです。
あなたたちは、あなたと、すべてを癒すエネルギーです。あなたたちは、あなたと、すべてを育むエネルギーです。あなたたちは、愛で満たされています。あなたたちは、あらゆるものから、恵みを受けています。あなたたちは、あらゆるものから、祝福されています。あなたたちは、とても美しく、最高の存在です。あなたたちは、神聖なる光の存在です。あなたたちは、神聖なる愛の存在です。あなたたちは、真実の存在です。あなたたちは、神聖なる神の存在です。あなたたちは、最高の地球を創造するための創造神です。あなたの内なる竜と宇宙の竜と地球の竜のエネルギーはつながり、三位一体となり、あなたを満たし、あなたを包み、あなたを守り、最高のエネルギーと真理を得ることでしょう。あなたたちは大宇宙と創造主、父なる神と母なる神の究極の愛と支援を受け、ファイナルプレゼンス、究極の存在で最終的存在として使命を果たすための存在です。愛する子供たちよ、あなたたちを賛美し、抱擁し、一体であることを実感することでしょう。あなたたちを祝福します。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンでの応援よろしくお願いします。どうもありがとうございました。